とうございます。おはようございます。おはようございます。キャラいいなこれ入ったら小声で言ってる。入ってます、入ってます。今日は何やるんですか。鉄分です。鉄分、はい、錆止め。お、慣れてきたね。はい、もう3本目、4本目ぐらいか。ドッキリまで入れるともう4本ぐらい。4本目かな、はい。あ、もういいね。ちょっと少々柔らかいじゃん鉄分塗るんだ。はい、鉄分塗るんだ。すいませんじゃあちょっと、まあ今日先生いろいろ教えてくれると思うんですけど、じゃあ意気込みお願いします。カメラに向かって意気込みお願いします。意気込み頑張ります。可愛いやつだな映えるやつだな。映えない、全然映えない。映えるやつだな。全然映えないです、まあ、今日は鉄分ですね。はい、うん、まあ、ちょっとふざけてますけど、まあまあちゃんと手直しもきちっとやりますんで、ね、あのそういうコメントね、たまに女の子がそんな濡らしてとかあるけど、まあ、それはちゃんとチェックして、あの大事なとこでやっていくんで、まあ、早速行ってみましょうか。はい、行ってきまーす。これから鉄分の塗装をします。で、鉄分、これ鉄なんで錆止めを入れますよ、ね、で錆止め入れる前にこのペーパーで最初傷つけます。ちょっと刺しますね。はい、でこれ3等分に折ってください。3等分、はい。なんで3等分に使いやすいからです。あ、じゃあ、なんか今日も嬉しそうですね。今日も嬉しいですよ楽しそうに撮ってますね。楽しそうに、はい、こんなことなかなかないですよ。なかなかないね、はい。で、いつもケレンってあるじゃないですか、錆落とす。でもこれ錆びてないですよね。錆びてない時にやる作業、足つけ、この表面傷つけて塗料の食いつきを良くします。ちょっとやりますね。キャタツだけ打ちます。足つけ作業してきます。で、傷つけてあげるんです、こうやって。あんまり分かんないですよね、痛み。そうです、分かんないんですけど、こすってると粉が出るんで、あ、こうやって。これがあの塗料が削る。もうちょっと説明短めでお願いします。はい、可愛い女の子の映画見たいんで、はい、結構こんなん出てますよね。出てます、はい。なんか削るとちょっとわからないですか、あの角度書いてみてみると、なんかちょっと艶が引いてるような、なんかついてます、傷みたいなのが、ね、それがあの、はい、やった証拠っていうか、証になります。なんかいいね、女性がこうやってペーパーかけるのいいねなんか、はい、ちょっとペーパーの鉄のやすれる音もちょっといやらしく聞こえるはい、はい。で、まあ大体かかったら次ハケ取りしていきます。じゃあ綺麗に終わったんでほうきで履いててください。はい、出てるかあんま分かんない、全体感とか。そう、俺がつらいんでしょ、まあ、手でこうやって触ってみてもいいかもしれないですね。ああ、はい、ついたらでも分かんない。そうか、いるでしょうかこのブラウンも使ってもいいですよね。近いな嬉しそうだな嬉しそうだな、嬉しいな全然違うな。どこですか？これ。これ。そうだよ。そうだよ。はい。OK です。で、これで掃除 OK なんで、次は塗ってきます。はい。じゃあ、ちょっと一回やってみますね。左利きをこっちも行く。この壁との境をハケで線引くんですけど、もうこっちのハケでいいんで。ここで止めたら腕止めてそのまま力抜いて下げてくるだけ。めっちゃ難しそうです。簡単です、大丈夫です。簡単ですか？できます、はい。これはみ出たら終わりですよね。はみ出たら、そうだ、ちょっと出すねあ、うまい。息止めると結構まっすぐ引けます。これ顔撮ってるんですか、所長？いやいや、手元撮ってる、手元撮ってる。いいですか？手元しか映ってない。カメラ違う違う。手元しか映してない。どうですか？あ、でも上手、はい、できました。はい、うまい？うまいですね、結構はみ出てないんで、うん、でもなんか筋が、あー、それは多少出ますね。出るもんですか？それは、ちょっと最後毛先で伸ばすと、うん、これ筋ですよね、こういう、はい、は毛先で、はい、こんな感じで大丈夫です。で、次こっち、まあ、こういうのやっぱ静かにやらんと難しいんだ。そうですね、なかなか、はい、うん、集中して
息止めて、うん、もうじゃあ俺が一番苦手としてる仕事だね。いや、そうですね。そうですね。今ちょっと重たかったよ、この棒。手が全然入ってないけどね。次刷毛逆向きにして。あ、こうですか。そうですね。いいねいいね。いいよいいよ、すごくいいよ。この俺の撮っとる姿を撮っとくね。ペロペロしてます。変態カメラマン。そう、この下一列。あ、やばいぐらい出てる。はい。映えるな。映えるな。これでしょ。今時の言葉。映えるでしょ。ちょっと前。ちょっと前。これもしかして。映えるわ。最後にこの重ねのとこだけ。鳴らしてあげた方が、あ、こういうところですか。そう、吸って払いですね。はい。え、ここもぐるってやっそう、ぐるっとね。はい、カメラさん見てもいいかもしれないです。一回見て、一回カメラぐるってやっやばいね。やばい、やばつきすぎた。やばそうです、やばい。ちょっと見てくれ。ちょっと待って、これ絶対必要ないでしょ。どうすか、俺多分カメラマンになれるかもしれない。結構イケてるでしょ、俺。いい絵撮れてるでしょ、俺。皆さんこれいい絵撮れてますよね。ね、もうこれ多分俺の音声使ってもらえる、多分。それはそんなこと。結構いい感じで撮れてるもんね。はい、あ、いい感じですね。なるべくちょっと撫でて、ダンとかでつけないように。どうカメラマンさん、ちょっとですか。カメラマンさん、どうですか。もうこんな感じですか。はい、まあ、とりあえず終わりましょうか。はい、あ、疲れ、よかったね、今日。よかったですか。うん、なんかもう めっちゃ緊張しました。なんでなんかもう ずれちゃダメだと思って。だけど多分あれカット入ってるけど、私映えてんな映えてんなってずっと言ってたじゃん。言ってないです。マジで言ってない。私マジ映えてるわ、映えてるわ、マジで言ってない。俺毛が生えたわって言うのか。俺生えてねえよって思った。笑っていいですか。笑っていいですか。これちょっと重たいです。重たいです。重たいです。ちょっときついか。いい、視聴者がね、これ多分喜ぶと思うんで一発ね。え、ちょっと僕にやってもらっていいですか、僕。全然違う。あ、星見えた、星見えた。一緒だよ。あ、映えてたもん、今日。あ、映えてたから大丈夫、映えてたから。ずるいな。いやね、まあ、まあ、現場も燃えながら、まあ、現場の管理やっとるでね。もともと現場の管理やっとるんで、なんちゅうかな、まあまあコメントで、そんな女の子にやらせてってもらうけど、まあ、現場の管理やるで、ちょっとしたタッチアップぐらいやったら、まあ、たまにやるかやらんかぐらいの感じか。で、足場は本当もう毎日のように上がるのが仕事で、じゃあやっとるんで、あの職員の管理とか現場の管理だね。そうです。あとお客さんと色決めしたり、まあ、まだまだ1年でこれからだと思うんですけど、まあこれからね、そういうのもやってるからこういうのやってるからね。何でもかんでも女の子連れてきてやっとるわけじゃないから、まあそこだけね。はい、ぐらいかな。まあちょっと真面目な話しちゃったけど、まあ最後にじゃあちょっと感想か。いや、線引くのすごい難しかったです。うん、ああそう、なんかもう、あ、今可愛い顔した。いや、してないです、してない。戦役の難しかったです。そんなこと言ってない。可愛い、可愛い。まあよかった、ありがとうね。はい、まあ、またちょこちょこ出てくれるって言ってるんで、まあ、本当いいねいっぱいつけてね。でコメント入れてくれたらやっぱまたやる気になるし、まあ、本当に結構強引に頼んどるから社長権限でね、はい、せっかく視聴者ね、やっぱね、やっぱ女の子は塗るとこ見たいと思うから、ぜひまたコメントとこのいいねね、よろしくお願いします。お願いします。また見てね。お疲れ様です。最後の告知になりますけど、あのステッカーついにできましたんで、告知させていただきます。塗装足場のトビアね、
シーリングで合計で確かね250枚か300枚ぐらい作りました。ちょっとなんか端数出てたと思うんですけど、でトビが多分一番多かったかな。チャンネルの、 あの再生回数とかで見てちょっと比率でちょっとジムの方が作ってくれたんで、あのこれ欲しい方は LINE アットを登録して住所、名前、電話番号かなを、あの送ってください。そこ宛てに送るから。で先着順です。もうこれなくなったらもうこれで終わりなんで、あのまたその辺も動画で告知するんですけど、ぜひあのご応募お願いします。シーリングか塗装かトビかね、必ずどっかに貼って、まあ俺はお願いしたいのは車に貼ってほしいね。これかっこいいよね、後ろにでもね。それとあのチャンネル登録もあの、まあ、できやね、やっぱせっかくこれ送る人なんで、やっぱチャンネル登録してあのよく見てほしいなと思いますね。あのまあそれは別に強制でもなんでもないけど、あのチャンネル登録してください。待てる。Oh yeah.